我々の故郷に危険が迫っているらしい。この平凡で何もない村に今日カートゥーンキャットとかいうトレバー・ヘンダーソンっていう画家さんが描いたクリーチャーが襲ってくるらしい。ちなみにそのカートゥーンキャットっていうのはめちゃめちゃでかい黒い猫で、海外のアニメの猫みたいなそんな見た目をしているんだけど、歯茎むき出しで血がいっぱい垂れてるような口してて、すごく不気味な顔をしていて、手足がすっごい伸びて、動きがカートゥーンアニメーションみたいな感じなんだけど、とても、残虐で恐ろしい生き物なんだ。で、そんな恐ろしい猫ちゃんがこの村を襲うらしい。だから今回はこの村を守るために素晴らしいセキュリティハウスを作ろうと思う。何？マイゼンシスターズのパクリとか言うんじゃねえぞ。まずこの家が邪魔だから、とりあえずこの家は消そうね。で、この村全体を守るための少ない犠牲の一つのね、ああ間違えた、ごめんなさい。まずこの村を消しておこう。はい。ここにセキュリティハウスを作ろうと思う。じゃあまずカートゥーンキャットに襲われないように超豪華な素材を使おうか。クォーツブロックだ。クォーツブロックを使うことによりカートゥーンキャットは、ああなんてすごくかっこいい建物なんだっていう風に襲わなくなると思うんだ。うん。まずこのクォーツブロックのでてっぺんを柵にしよう。これでカートゥーンキャットは上に登ってこれない。カートゥーンキャットは恐ろしい生き物だ。一体どういう動きをするのかさっぱり僕にもわかんない。遠くにいれば安心。カートゥーンキャットが遠くにいさえすれば、奥から弓で叩けばなんとかなるのだ。つまり、この戦いで一番重要になってくるのは弓。遠くからちまちまと体力を削っていくための、そういう陰キャ精神だな。遠くからちまちまやっても、あ、これ卑怯にならないよな。卑怯じゃねえよな。相手強いもんな。っていう、ひねくれた心。もうネクラな心。これが強いボスと戦う時に必要不可欠な要素なわけで。なのでまず弓を作ろうね。めっちゃ強い弓だ。エンチャントをたくさん用意したぞ。パンチだとか、射撃ダメージ増加とか、耐久3だ。こういうエンチャントを弓でつけると、さすがのカートゥーンキャットだって一撃で、一コロですよ。エンチャントをめちゃめちゃにつけてあげようね。どんぐらい強いのか試してみよう。カートゥーンキャットは地面があるからこそ襲ってくるわけで。つまりカートゥーンキャットに絶対に襲われない要素、絶対に襲われないようにするにはどうすればいいのかっていうと、地面をすべてえぐってしまえばいいんだよ。カートゥーンキャットが襲ってくる半径何万ブロックか知らんけど、そこら辺をすべて奈落にする。奈落にすることによって村は襲われないし、僕の家も襲われない。ふん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 。よし、いいぞ。カートゥーンキャットはこれで僕たちのところには襲ってこない。素晴らしい。落とし穴もクソもねえ。こうすることにより、ゴッドコータンの安全は担保されるわけだ。ここでカートゥーンキャットが湧いたとして、一体カートゥーンキャットはどうやってここまでやってくるんだろうな。村人たちをさすがに隔離しないといけないようだな。しょうがない。いや、待て。そんなものは必要ない。僕が一番偉いんだ。僕さえいればこの国は生き残るんだ。だからそんなのは関係ない。村人たちは自分の命を呈して、僕のことをせいぜい守るがいいさ。あれ？いや、ゴッドコータンは生きてるかな？コータン？なんでそんなところにいんの？おい！まだなんでそんな落ちまくってんだ。待て。やめろ。ゴッドコータンが死ぬのは僕の心が痛む。自分だからな。こうしてだろ？テポッ。なんで病院の寝室にいるんだよ、僕は。溶岩の柱を作ろう。溶岩の柱を作って、ちょっとでもカートゥーンキャットの足場をなくすんだ。溶岩を垂れ流す。ここで溶岩の壁を作る。カートゥーンキャットがやってこないようにな。え？村人の命？でもいないし。もうとっくのとに全滅してるみたいな。カートゥーンキャットが来るよっていう風に村人たちに最初に緊急事態宣言を出したから、みんな家の中で閉じこもってることだろうな。だから大丈夫。こうすればもう家の周りをどんなことしたって誰も気にしないし、誰も文句言わないし、だから大丈夫。誰もそんな気にしなくていい。ゴッドコータンだけが知る事実だ。あと僕のクローンたちはなんか間抜けすぎて全員こうやってリスキルされちゃった。どうした？大丈夫かお前ら。新しいの作るか。ゴッドコータンは量産式だから別に新しいの作っても大丈夫なんだよ。ゴッドコータン。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。君たちは親衛隊だ。残された。待って、さっきエンチャントした弓消えちゃったよ。最悪、エンチャントめんどくせえな。
準備は整った。これがゴッドコータン率いるゴッドコータンチームの最強要塞だ。村の人は全て奈落にした。こうしてムカートゥンキャットは絶対に物理的にもこっち側に攻め込むことはない。さらに溶岩の壁を設置した。ここにリスポーンしてくるであろうカートゥンキャットは溶岩の海にそのまま突っ込むだろう。だからカートゥンキャットは間抜けだ。ちなみに僕はここから安全な地点から弓でチクチクと刺さっていく。あばよカートゥンキャット、君のその手のな頭脳に手のな頭脳を恨むだな。僕のことを恨むんじゃないぞ。お化けに出たら怖いからな。おいゴッドゴータン聞け、我々は絶対に勝たなければならない。カートゥンキャットとかいうお化けモンスターを退治するためだ。そのために絶対に勝たなくてはならない。だからして、カートゥンキャットを絶対に任せないといけない。ゴッドコータンのパワーをカートゥンキャット共に見せてやれ。トレバー・ヘンダーソン見てるか？カートゥンキャット今から退治したいと思いまーす。よし、よし。カートゥンキャットが来るぞ。あ、来た。カートゥンキャット。That's all frogs. え、どこ？カートゥンキャットがこっちへ来るんじゃないの？あれ？あ、もしかしてカートゥンキャット僕のことビビっちゃってるっけ？なんだ、溶岩の海が向こう側のせいで見えないじゃないか。これは欠陥だぞ、動画として。どうしてくれる？カートゥンキャット、おーい。もしかして僕の勝ちですか？おーい、カートゥンキャット、あいつやっぱ雑魚っぽいな。一緒にみんなで確かめに行こう。カートゥンキャットがどんな哀れな死に様を僕たちの前に見せてくれるかをな。ちなみに上位のキーリングを持ってるから僕は溶岩の中平気だよ。カートゥンキャット会いに来たよ。僕と一緒に遊ぼうか。どうしたどうした、あらあらいないな。カートゥンキャット、おーい。カートゥンキャット、おーい。カートゥンキャット、カートゥンキャット、おーい。あれ、いない？カートゥンキャットがいない。さっきディスペンサーが、あ、じゃない、こっから出るっていう風に約束したじゃんかよ。違う、こっから出るっていう風に情報から聞いたんだかな？カートゥンキャットいた。あれ？でもあいつ。なんだ、カートゥンキャット弓は効かないのか。でも、あいつも僕のところに寄ってくることはないようだな。奈落が相手だと、やっぱカートゥンキャットでも無理か。あ、村長さんに言われたよ。カートゥンキャットを追い出してくれるのは頼もしいが、村の地面をすべて陥没させたら本末転倒じゃないかって。おっしゃる通りだな。そりゃ僕が悪かったよ。すまなかった。でも、そんなんね、村人たちの命に比べたら安いだろ。とりあえず、カートゥンキャットがなんとなく今失恋したような気がするから、我々はこっから迎え撃とうか。キンリングを食えば、なんとかなる。やだ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 。やれ、やり合え、こいつらを倒せ。カートゥンキャット、なんだあいつ、溶岩のところズカズカ入ってくると思ったじゃん。待て、ちょっと待て、カートゥンキャットよ、おい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 、カートゥンキャット、お前ウィキと挙動が違うじゃねえか。お前は手足伸ばすんじゃねえのか？ビヨーンって伸ばしたりさ、なんか、カートゥーンアニメーションみたいな動きをするっていう風にウィキには書いてあったぞ。なんだそれお前。ごめん。ちょっと強い。ごめん。ちょっと強いエンダーマンみたいな、そんなノリか？ごめん。なんだお前。期待外れじゃねえかよ。何がカートゥーンキャットだよ。あ？おめえカートゥンキャットでも何でもねえじゃねえかよ。マインクラフトのジャババの限界か？おい、マイジンシスターズはもっと強そうなのと戦ってたぞ。この野郎おめえ、詐欺め、なんだてめえ、何モッドのところでさ、カートゥンキャットモッドとかってさ、盛大にカートゥンキャットが、うわ、強そうやなって思ったけど、なんでおめえ、BGM 垂れ流しにするだけのただの無敵のエンティティじゃねえかよ。なんだったら SCP モッドの方がクオリティ高いぞ。
そんなこと言っていけねえよな。せっかく作ってくれたんだもんな。確かに、火力は認めるよ。でも、僕はお前の存在は認めんぞ。カートゥーンキャットって名前使ってるだけの、ただの、なんか、ちょっと強いだけのモブじゃねえかよ。僕は認めんぞ。この野郎。まったく。もっと、強いモブもよこせ。